レキシントンコンコードの戦いは、1775年の4月19日に起こったアメリカ独立戦争が始まる契機となった英米間の戦闘である。イギリス軍がボストン北西に位置するコンコードにあったアメリカ植民地民兵部隊の武器庫の接収作戦を実施した。それに反発すべく動いた植民地民兵隊と武力衝突、レキシントンとコンコードにて、 イギリス軍と民兵隊の激しい戦闘が行われ、植民地軍はイギリス軍を撃破した。規模は小さいながら、独立戦争の初戦を飾るものとなった。4月18日、フランシス・スミス中佐の指揮で約700のイギリス軍正機兵に、マサチューセッツ民兵が武器を隠していると報告のあった、コンコードの倉庫を確保し破壊せよという命令が出た。 植民地の愛国者たちはこの日の数週間前にイギリス軍が捜索を行おうとしているという情報を掴んでおり、軍需物資を全てではないがほとんど全部を安全な場所に移していた。イギリス軍の遠征の前の夜にもその作戦計画の詳細を掴んでおり、この知らせはすぐに民兵たちの間に流されていた。最初の銃弾は歴ントンで日の出と共に放たれた。 民兵は数的に劣勢だったので撤退した。数時間後コンコードのノースブリッジにいた別の愛国者兵がイギリス軍の三個中隊と交戦し損害を与えた。野戦での数回の戦闘後に今度は数的に劣勢になったイギリス軍が撤退した。民兵たちはその後も続々と集まり続け、ボストンへ向けて撤退するイギリス軍を追ってかなりの損害を与えた。 スミス遠征隊は、コンコードからレキシントンに向かう途中で、パーシー博、ヒューパーシー式の増援隊の援護を受けた。総勢約1700名となった。遠征隊は撤退中も激しい重火にさらされたが、最終的には、なんとか、チャールズタウンまでたどり着いた。イギリス軍は、軍事機密を保つことに失敗し、敵対的地域での作戦行動に必要な速度にも、欠けていた。結果として、 武器弾薬の応酬は失敗した。イギリス軍の多くはボストンに撤退できたが、その夜からマサチューセッツ民兵が周辺地域を抑えてボストン包囲戦の始まりとなった。イギリス軍総司令官トマス・ゲージイギリス軍は植民地人によって赤服とかロブスターの背中とか、時には悪魔と呼ばれていた。1768年以降ボストン市を軍事占領し、 耐えがたき処方を押し付けるために、海軍や海兵隊まで使って増強されていた。総督のトマス・ゲージは、ボストン氏を一歩外に出ると、もはや管理できているとは言えなかった。そこでは多数派の愛国者と少数派の応答派の間の緊張関係がその程度を増しつつあった。ゲージは、紛争を避けるために、愛国者民兵の軍事物資を取り上げようと考え、 小さな機密の素早い作戦行動を行ってきた。これらの作戦は一度はイギリス軍が成功したものの、愛国者たちは火薬継承と呼ばれる仕組みで流血沙汰になる前に作戦を失敗に終わらせ続けた。ゲイジは自分では自由の友であると思っており、植民地総督と占領軍指揮官としての役割を分けておこうとした。イギリス本国の会員議員で、 哲学者のエドマンドバークは、ゲイジのマサチューセッツでの作想した位置づけについて、イギリスの議会で次のように証言した、一般のイギリス人は、他のイギリス人を霊属させるように説得するには、適していない民族である。フランシス・スミス1763年1775年4月14日、ゲイジは、本国の国務大臣、ダートマス伯爵の指示を受け取った。それは、 コンコードに武器を隠していると思われる反逆者を武装解除し、その指導者を投獄せよというものだった。ダートマスはゲージにいくらかの最良の余地を与えた。4月16日の朝、ゲージはミッチェル少佐に命じて約50名の騎馬偵察隊を周辺の田園地帯に派遣し、おそらくは馬を乗り回している愛国者の伝令を拘束するように仕向けた。 この偵察隊の振る舞いには過去にボストンから送り出された時とは異なるものがあり暗くなっても帰らず旅人にはサミュエル・アダムズやジョン・ハンコックの居場所を訪ねたこのことで地域住民には警告を与えその準備を強化させることになったがイギリス軍はそこまで意図していなかった特に歴シントンの民兵はボストンからの伝言は来ていなかったものの その遊告には兵士を召集し始めた。ある農夫は暗闇になっていたので、イギリス軍の偵察兵を仲間の男と見誤り、正規兵がやってくるのはいつなのか聞いているかいいと尋ねた。農夫は頭を刀で切られた。4月18日の午後、フランシス・スミス中佐はゲージの命令書を受け取ったが、それには彼の部隊を連れ出すまでは中を読むなという指示もついていた。 その命令は、最速でかつ恩密裏に、コンコードへ向かい、あらゆる軍事物資の保管所を確保し破壊すること。しかし兵士たちには住人を襲ったり個人財産を犯したりしないように言い含めることとなっていた。ゲージは明らかに自分の裁量を考え、反逆者たちの指導者を逮捕するための文書は、発行しなかった。反逆者たちの指導者は、ポール・リビアとジョセフ・ウォーレンを除いて、 すべて4月8日までにボストンを離れていた。愛国者たちは、ダートマスのゲージに当てた秘密の指令について、ゲージが受け取るよりも、はるかに早くロンドンの情報源から入手していた。サミュエル・アダムズとジョン・ハンコックは、ボストンから逃れ、安全であろうと思われた歴新ントンにあるハンコックの親戚の家、ハンコック・クラーク・ハウスに滞在していた。マサチューセッツ民兵は、実際に、 コンコードに武器や火薬などの物資を集めていたが、さらに西のウースターにも大量の軍事物資を集めていた。イギリス軍士官がコンコードに至る道路を見分しているという情報を得ていたので、4月8日、町の者に付近の他の町に物資を分散しておくように指示した。ゲージ将軍の妻マーガレット・ケンブルゲージイギリス軍の作戦は将校たちにも、 また作戦を実行する主観にも明かされていなかったにも、かかわらず、愛国者たちは気づいていた。その情報源が、ゲージのニュージャージ生まれの妻、マーガレット・ゲージだったという考慮すべき推測がある。マーガレットは、植民地に対する、同情心があり、ジョセフ・ウォーレンとも親しく付き合っていた。4月18日の夜9時から10時の間、ウォーレンは、ウィリアム・ドーズとポール・リビアに、 国王の軍隊がボストンをボートで離れてケンブリッジに至りそこから陸路レキシントンとコンコードに向かおうとしていると伝えた。ウォーレンの情報はイギリス軍がその夜に目指していることはサミュエル・アダムズとジョン・ハンコックの逮捕である可能性を示唆していた。ウォーレンたちはイギリス正規兵がコンコードに向かうことについてはほとんど心配していなかった。コンコードの軍需物資は 実のところ安全であり、レキシントンにいる彼らの指導者二人がその夜の危険性を認識していないと考えた。リビアとドーズは二人に警告し、合わせて近くの街の愛国者たちに警報を発するために送り出された。ドーズは馬で、南の陸路を通りボストンネックを横切り、グレートブリッジを渡ってレキシントンに向かった。リビアはまず、 チャールズタウンに合図を送るように指示してから、北の水路を通って出発した。チャールズ川を手コぎボートで渡り、停泊しているイギリス海軍の軍艦、HNS サマーセットの横をすり抜けた。この時間帯に船で渡ることは禁じられていたが、リビアは無事にチャールズタウンに上陸し、馬で歴ントンに向かい、イギリスの偵察兵を避けながら、途上にある家々に警告を触れて回った。 警告を受けた家の者たちとチャールズタウンの愛国者たちは期待向けて他にも伝令を放った。リビアとドーズがレキシントンに着くとハンコックとアダムズとの4人でそこに集まっている民兵の状況について議論した。彼らはボストン市を離れた軍隊は2人を逮捕するだけの目的にしては大きすぎるので狙いはコンコードにあると結論付けた。歴シントンの人たちは あらゆる方向に牙の伝令を放った。リビアとドーズもコンコードへ向かうことになった。二人は午前一時にサミュエル・プレスコットに会った。リンカーンで三人は第五連隊のミッチェル少佐指揮するイギリス軍偵察兵に遭遇し、プレスコットのみが追って逃れてコンコードに警告するために向かった。コンコードからも牙の伝令が放たれた。 リビアとドーズは他の伝令立つとともに火薬継承の後何ヶ月も前に慎重に取り決めておいた柔軟な警告と集結の仕組みを指導させた。警告と集結は緊急時に広く注意を伝達し素早く民兵を集結させるための仕組みであり以前の情報網をさらに改良していた。植民地の人々は開拓時代のインディアンとの戦いの中で早くから このような仕組みを使っており、その後のフレンチ・インディアン戦争ではむしろ廃止されていた。伝言を運ぶ早馬に加えて、金や太鼓、合図の鉄砲、大かがり火、さらにトランペットを使って、町から町へ急報を伝え、500名以上のイギリス軍正機兵がボストンを離れたから、民兵を集めよという意思が、東マサチューセッツの多くの村々にまで伝えられた。 この素早い警告は十分な数の非正規兵を集めて、その被護国に、イギリス軍に重大な損害を与えるための重要な役割を果たした。サミュエル・アダムズとジョン・ハンコックは、最終的に安全な場所、まずはバーリントンへ、後にビラーリカに移動した。レキシントン・コンコードの戦いとボストン包囲戦を表す1775年の地図。夕暮れ頃、ゲージ将軍は、 で上級士官の会合を招集したこの場でゲイジは、ダートマス伯爵の命令が届き、植民地に対して行動すべきと言っていることを伝えた。ゲイジはさらに、その連帯の上級左官、スミス中佐が指揮を取り、ジョン・ピトケアン少佐が副官となることを伝えた。会合は午後8時半に3回となった。その後、パーシー博が植民地人の紛争をして、 ボストンコモンの街の人々の中に紛れ込んだ。ある者の,の証言によれば、街ではイギリス軍兵士のただものではない動きに議論が向けられていた。パーシー博がある人物にさらに発言を促すと、彼はイギリス軍は目標を外すだろうと答えた。何の目標だとパーシー博は尋ねた。コンコードの大砲でなくてなんだろうというのが答えだった。これを聞いた。 パーシー・ハクはすぐに庁舎に帰って、ゲイジ将軍に今聞いたばかりのことを伝えた。ゲイジはこれを聞くと、第一旅団全員に武装させ朝4時に出発できる、準備を整えるよう命令した。フランシス・スミス中佐に引きられる、イギリス軍正規兵700名は、ゲイジの占領軍13個連隊の中の11個連隊から選ばれていた。ピトケアンは精鋭の10個軽装不評中隊を、 ベンジャミン・バーナード中佐が11個敵団兵中隊を率いていた。その中隊の中からスミスは第4、第5、第10、第18、第23、第38、第43、第47、第52、第59不評連隊から抜き出した敵団兵中隊及び第1海兵隊大隊の約350名を率いた。この部隊を守る役目は 約320名の軽装中隊であった。これは、第4、第5、第10、第23、第38、第43、第47、第52、第59不評連隊及び、第1海兵隊大隊から抜き出されていた。中隊には、それぞれの注意がいたが、多数の隊員は、最後の瞬間に付け加えられたものであり、 ボストン中流軍の全連隊から集められた者たちだった。イギリス軍は4月18日の夜9時に兵士を起こし、10時にボストン広場の生誕の水辺に集合させた。イギリス軍がコンコードへ進軍しまた帰還した過程は、初めから最後まで恐ろしい経験となった。私船には海軍のバージが使われたが、座ることもできないくらい一杯に詰め込まれた。 現在のケンブリッジにあったフィップス農園に上陸した時は真夜中で腰のあたりまで水に浸かった。装備を陸揚げするための長い休止の後、約700名の正規兵は午前2時頃、コンコードに向けた17マイルの行軍を始めた。この待っている間に兵士たちには予備の弾薬、冷たい塩漬け豚肉、硬い甲板が配られた。 兵士たちは宿営の予定がなかったので重い配能を背負っていなかった。食料を入れる雑能、水筒、マスケット銃、蛍光品などの装備を抱え、それに濡れて履き心地の悪くなった靴にびしょ濡れの服を着ていた。目の富を通り過ぎるときに、田園地帯全体から警告の物音が聞こえたので、主官たちは吸収の機会は失われたことを感じ取った。午前3時。 スミス中佐は、ピトケアン少佐に軽装不評の10個中隊を連れて、コンコードに先乗りするよう命じた。4時頃、スミスは懸命ではあるが、少し遅きに過ぎた、増援要請の伝令をボストンに送った。4月19日の日の出頃、ピトケアン式の先見隊がレキシントンに入った。ジョン・パーカー隊員率いる77名のレキシントン民兵がバックマン酒場から出てきて、 村の広場で監視していた。また見物人が道端で成り行きを見守っていた。この中には、セーガ、ハーリントンというものが9名、マンローが7名、パーカーが4名、ティット、ロック、リードがそれぞれ3名いた。パーカーは、現在その場所にある石碑に掘られた言葉を放った。そこに立っている。撃たれるまでは、撃つな。奴らが戦争をしたいというなら、ここで始めよう。 ただし、パーカーがこのセリフを言ったという証拠はない。パーカーはその代わりに、戦闘後のパーカーの先生教術書によれば、兵士たちにしっかり立っていることと、国王の軍隊にちょっかいを出さず、通り過ぎさせるように告げた。パーカーは、インディアンとの戦いを経験したものであり、結核で、ゆっくりと死にかけており、 そのような一方的ななり行きで兵士が命を落とさないようにするやり方が分かっていた。第4、第5及び第10係争不評連隊からの前衛係争不評中隊を指揮していたジェスアデア海兵中尉は、コンコードのある左に向かうよりも、まず右を向いて、事態の側面を守ろうと考え、中隊を連れて広場に入り、民兵を取り囲んで武装解除しようとした。 その兵士たちは、歴ントンの民兵に向かって、大声で、ハザーと叫び、自分たちの指揮を上げ、民兵を混乱させようとした。ピトケアン少佐は先遣隊の後方から到着し、その三個中隊を先の部隊の左に配置した。残る四個中隊は、ボストンへ向かう道にある村の集会所の後方にいた。最初の銃声、ピトケアンは刀を振り回しながら騎乗して前進し、 叫んだ、解散しろ、反逆者ども。根虫証明。武器を捨てて解散しろ。パーカー隊員は言いつけに従うよう部下に告げたが、混乱や叫び声、それに、パーカーの結核特有のかすれ声のために、彼の言うことを聞いていない者もいたし、ゆっくりとその場を立ち去ろうとする者もいた。しかし誰も武器は置かなかった。パーカーもピトケアンも部下に発砲しないように、 命令していたが、どこからと特定できない一発の銃弾が発射された。イギリス正規兵の証言によれば、酒場の垣根の背後かあるいは建物の隅にいた植民地見物人の中から最初の発砲があったと言った。歴ントンの民兵の証言では馬に乗っているイギリス軍士官の一人が発砲したと言った。どちらの証言も一致していることは、直接面と向き合っている部隊からの発砲では、 なかったということである。歴史新ン o ンでは後に、ソロモン・ブラウンという人物が、酒場の中から発砲したという、まことしやかな伝説ができた。イギリス兵には、威嚇射撃を行うよう命令が出され、これが、両軍の交戦につながったという、おそらくは作られた伝説もある。最近の研究でも、偶発的な攻撃であるとか、複数の特に関連性はない、最初の一発が、 両軍からあったというような可能性に焦点が置かれている。実のところ、当時も現在も誰がアメリカ独立戦争の最初の銃弾を放ったかは明らかでない。この場の目撃者によれば、両軍から何度か完結的な銃撃が行われた後に、イギリス正規兵は命令されることもなしに一斉射撃を始めた。民兵の中には、はじめのうちイギリス兵が 火薬だけの空砲で銃弾を放っていないと思っている者もいたが本気であることがわかると数人の民兵たちも応射し始めた。残りの者は命を惜しんで逃げ出した。ピトケアンの馬は2発の銃弾を受けた。イギリス兵は銃剣での攻撃に切り替えた。パーカー隊は、いとこのジョナスが突き刺されるのを目撃した。8人のマサチューセッツ人が殺され、10名が 負傷したのに対し、イギリス兵は一名が負傷しただけだった。殺された八人は、アメリカ独立戦争での最初の犠牲者となった。彼らは、ジョン・ブラウン、サミュエル・ハドリー、キャレブ・ハーリントン、ジョナソン・ハーリントン、ロバート・マンロー、アイザック・マジー、アシャイル・ポーター、およびジョナス・パーカーであった。ジョナソン・ハーリントンは、銃弾で瀕死の重傷を負い、はって、 自分の家まで戻り、その上がりか町で生きたえた。負傷者の一人、プリンス・エスタブルックは、町の民兵に仕える黒人奴隷だった。広場のピトケアンの部隊は指揮官の命令を聞かなくなっていた。彼らはあちこちに向けて発砲し、民家に入ろうともしていた。マスケット銃の音を聞いて、スミス中佐が敵団兵中隊のところから馬で前に出てきた。 スミスはすぐに腰を見つけて集合の太鼓を鳴らさせた。敵団兵がその後すぐに到着して一旦集合し、不評隊は最後の一斉射撃を撃つことを許され、その後隊列を立て直してコンコードに向けて進軍を始めた。コンコードの民兵たちは歴史ントンで起こったことを知らなかったので、近くの町からの応援が来るまで待つべきか、町に残って、 防御に徹するか、あるいは町の東に動いて、有利な地形からイギリス軍を出迎えるべきかを決めかねていた。イギリス軍が近づくにつれて、彼らはこのすべてのことをやった。ある丘の上からはスミスが、軽装不評を配置につかせるのを民兵たちが見守っていた。その民兵は町への撤収を始めた。町の中の丘を占領していた民兵は次に何をすべきか議論していた。 イギリス軍の背後から近づいていく者もいた。リンカーンの民兵が到着し、議論に加わった。緊張した空気の中で、バーレット大佐は、コンコードの街を諦め、オールドノースブリッジを渡って街から約1マイル北の丘の上に移動した。そこからは、イギリス軍の動きを見守ることができた。イギリス兵は、ゲージの命令に従うスミスの部隊は、 ゲージの命令を実行するために、いくつかの部隊に分かれた。第10連隊の敵団兵中隊は、マンディポール隊員の指揮で、サウスブリッジを確保した。パーソンズ隊員の指揮する軽装不評7個中隊は、バーレットの部隊に近いオールドノースブリッジを確保した。パーソンズ隊員は4個中隊を連れて、橋を過ぎ2マイルの道路を進み、バーレットの敷地を探した。 一方二個中隊は橋を戻って、キロを確保し、一個中隊が橋そのものの確保に残った。敵団兵中隊は、大東派長法院の詳細情報に従って、軍需物資を求めて小さな町を捜索した。敵団兵が、ライトの酒場に到着した時、ドアに、缶抜きが降りており、店主が中に入ることを拒んだ。町の大東派の証言では、 人気案はそのあたりに大砲が埋められていることを知っていた。天守に銃口を突きつけ、大砲が埋められている場所を教えるように要求した。敵団兵は村の集会所で発見した大砲の台車を燃やした。その日が集会所そのものに燃え移った時、兵士や村人が集まってきて、バケツリレーで建物を救おうとした。 そんで100杯近くの小麦粉と塩漬けの食物と550ポンドの銃弾が水車用貯水池に投げ込まれた。スパイクで固定された大砲は翌日補修され、銃弾も回収された。バーレットの家は数週間前は武器庫となっていたが、その時はほとんど何もなかった。家族に伝わる話では、残っているものも畑の畝の間に埋められ、 穀物が植えられているかのように見せていた。オールドノースブリッジオールドノースブリッジバーレット大佐は村の広場から立ち上る煙を見て事態の下には数個中隊しかいないことを確認するとそれまでの文化タセットヒルの有利な地点からコンコード川にかかるオールドノースブリッジから約300ヤードのやや低い平田い丘に移動することにした。その土地はバーレットの指揮下にある民兵を率いる。 ジョン・バトリック・少佐の所有地だった。しかも集合訓練地でもあった。イギリス軍のニコ中隊がその場所を守っていたが、橋に向かって降りて1き球をバーレット部隊に明け渡した。民兵のココ中隊とアクトン、コンコード、ベイドフォード、およびリンカーンから集まった民兵のココ中隊が丘を占領し、他にも加わってくる者がいて総勢は約500名となり、イギリス軍。 ローリー隊員の指揮する2個、中隊90内市95名と向き合った。バーレットは、マサチューセッツの人たちに橋に向かって降りていく行動に2列に、長い応対を作るよう命じ、競技集会を招集した。後にリバーティストリートと名付けられた道の向こうにあるノースブリッジを望みながら、バーレットと他の隊員たちはこれからの行動について、競技した。遅れて到着した。 アクトンのアイザック・ディビス大員は、私は行くのを恐れないし、行くのを怖がるような者はいませんよと言って、街を進んで守ることを宣言した。この時、一同は、コンコードの街に立ち上る大砲の台車や樽を焼く、煙を初めて見つけた。多くの者は、イギリス軍が街を焼き払い始めたと思った。バーレットは、部隊の者に武装を命じ、敵が撃つまでは発砲するなと言い含めた。 続いて部隊に前進を命じた。要所を固めていたイギリス軍の中隊は、オールドノースブリッジを渡って撤退を命じられ、一人の士官が橋板を剥がして、植民地人の前進を止めようとした。バットリック少佐は、イギリス軍に橋の破壊を止めるよう叫び始めた。民兵たちは渋滞を作って、行道の上のみを前進した。行道の両側は、 春の雪解け水で溢れていた。この時両軍には音楽も旗もなかった。何年も後に植民地側にいた老人が突然思い出したことは笛の奏者がジャコバイトがハノーバーサ、ジョージ3世に抵抗する時に使った有名な曲ザ・ホワイト・コッケードを演奏したということである。これは作り話の可能性があるがスコットランドの反乱は30年ほど昔の ことだったので、イギリス兵の中には、ザ・ホワイト・コッケドが何を意味するかを理解できた者も,もいた。実のところ、当時の先生教術書にその日の橋で旗や音楽に言及したものは、両軍とも見当たらない。イギリス軍の側面を守る中隊には旗がなかった。民兵も全く旗を持っていなかった。ミニットマンの造名木場ここで分隊を指揮していた。 ウォルター・ローリー隊員は実戦経験が少なくこの時戦術的な誤りを犯した。街中の敵団兵隊に援軍を要請した結果が何者ももたらさないと分かった時、ローリーが発した命令は橋の後方で川に垂直に戦列を作り、ストリートファイアリングを行う陣形を取らせたことだった。この陣形は街の中の建物の間など狭い通路に対して、 集中砲火を浴びせるには適しているが、橋の後方の開けた場所には適していなかった。橋を渡って撤退する正規兵が他の部隊がストリートファイアリングの陣形を取っているのを見て混乱が広がることになった。ウィリアム・スーザランド中尉は大抵の後方にあって戦術の誤りに気づき側面を抑える部隊を出そうとした。しかし、 スーザランドはそこにいた兵士とは異なる中隊のものだったので命令に従ったのは四名のみであった。残りの兵士は上官のローリーの命令に従うために混乱の中でできることを尽くした。両軍は映画に出てくるような互いに向かい合った形にはならなかった。大文字の T の形に両軍が相対することになり、T の字の上、水平線が愛国者兵、下の縦の線が橋であり、 その先のローリーのイギリス兵ということになった。集団心理というのだろうが、混乱したイギリス兵は、ストリートファイアリングの陣形を作り続け、愛国者民兵は橋に向かって、土手道を二列渋滞で進むという形になった。一発の銃声が発せられた。今回は、イギリス軍の列から発せられたことは両軍とも認識できた。ローリーが戦闘後に書いた報告書では、 威嚇射撃であり、恐怖に取りつかれ、疲れきっていたイギリス兵が発砲したということである。直後に他にも二人の正規兵が発砲し、続いて一列になっていた部隊の戦闘にいた兵士たちが攻撃命令が出たものと思ってバラバラと発砲した、とキロウリーがそれを止めさせた。橋に向かって前進していた愛国者民兵軍の戦闘でアクトンの民兵。 アブナー・ホスマーとアイザック・デイビスが撃たれて即死し、4名が負傷したが、パットリック・少佐が叫んだ、撃て、後世だ、仲間よ、撃て、と叫んだ時に初めて停止した。隊列はコンコード側で遮られ、ほんの50ヤードの距離になっていた。民兵の戦闘は道で遮られ、戦列を組むことが難しかったが、仲間の頭越し、肩越しに、 イギリス軍めがけて発砲した。銃弾はこう描いて飛び、イギリス兵の真ん中に飛んでいった。この一斉射撃で橋近くの隊列の先頭にいた8人のイギリス軍士官のうち4人が負傷した。最終的に3人の兵士が戦死し、スーザランド中尉を含む10名が負傷した。イギリス兵は数的にも負けており、戦術的にも不利な位置にいることをこの時認識した。 指揮官がかけ、多数の敵に恐れをなし、このような戦闘を以前に経験したことのないイギリス兵は心を奪われて負傷者も捨て、街の中心からやってくる敵団兵中隊の方に逃げ出した。戦闘後愛国者兵はその成功に衝撃を受けていた。両軍が交戦し、戦死者を出すことを考えていた者はいなかった。前進する者も,もあれば後退する者も,も多くおり、 ある者は家に帰って家や家族の安全を確認した。バーレットは部隊の支配を取り戻し兵士を分けることにした。バーレットは後方300ヤードの丘の上に民兵を戻し、一方バットリックにも民兵をつけて橋を越え石の壁がある丘で防御の体制を取らせた。イギリス軍遠征隊の指揮官スミスは街の中にあって、 ローリーからの援軍要請を受けた直後に銃声を聞いた。スミスは敵団兵二個中隊を集合させ、自ら率いてオールドノースブリッジに向かった。その途上で三個中隊の兵士がバラバラにこちらへ走ってくるのに出会った。スミスはバーレットの部隊に対応させた四個中隊が心配だった。今や安全に帰還する道は閉ざされていた。この時スミスは 遠方の壁の背後にいる民兵を見つけ、中隊を停止させて、士官だけで様子を見るために敵に接近した。壁の背後にいた民兵の証言では、もし我々が前に出てきた士官たちに発砲していたら、全員を射殺できたと思う。しかし攻撃の命令は出されず、発砲はなかった。この緊張状態が10分間ほど続き、精神的に病んでいた、ある兵士は、 リンゴ酒を売っているのではないかと思った。スミスは敵岩兵を連れて町に戻り、残る四個中隊にとって最善の策を取ろうとした。これらの部隊は何が起こったかを理解できないまま、バーレットの農場の捜索から何も得られず戻ってきた。バーレットの部隊の下を過ぎ、先ほどの戦場に来てみると、橋の上では領友たちが死んだ者も,も傷ついたものも倒れたままであり、 中の一人は頭皮を剥がされているように見えたので、イギリス兵の間に怒りと衝撃が走った。さらに進んで橋を渡り、バットリックの民兵のもとも無事に通過した。正規兵たちは午前10時30分には町に帰還した。小さな戦闘後であっても、また数的に勝っていても、植民地の者たちは撃たれなければ、こちらからは発砲しなかった。この時点では、 イギリス兵も愛国者たちを刺激するようなことはしなかった。イギリス軍は街中の軍事的なものの破壊を続け、昼食を取り、隊列を組み直すと正午過ぎにはコンコードを離れた。コンコードから歴ントン・エスミスは、田園地帯にいるおよそ千名の愛国者たちから事態を守るために、他の尾根に沿って側面分隊を派遣した。この尾根はメリアムズコーナーの近くで終わり、 コンコードの郊外1マイルで小さな橋があった。この狭い橋を渡るために、イギリス兵は一旦停止し隊列を組み直し3列渋滞で橋を渡った。最後の兵士が橋を渡った時、ビレリカやチェルムズフォードからの愛国者が発砲し、イギリス兵が振り向いて一斉射撃をすると愛国者たちも反撃した。イギリス軍は2人が戦死し、6人が負傷したが、 愛国者たちの被害はなかった。スミスは橋を渡った後で、また文体を側面に展開させた。メディアムズコーナーを過ぎて約1マイル進むと、ブルックスヒルの森の中に500名近い民兵が集まっていた。スミスは一隊を引いて丘を駆け上がり、民兵を追い払おうとしたが、民兵は一歩も引かなかった。一方で、スミスの残り部隊は道端にあった。 ブルックス酒場まで進んでフレーミングハムからの民兵へ一歩中退と交戦し数名を死傷させた。スミスはブルックスヒルから撤退しリンカーンに向かうもう一つの小さな橋を越えた。ジョン・パーカー大尉の増馬もなくイギリス軍は道が湾曲したところでベドフォードやリンカーンから集まった200名の民兵に出くわした。民兵のいた場所は1600年代中頃から木を 伐採していない斜面であり、下平原に広がっていた。民兵は斜面の木の影や岩の多い木で埋められた、牧草地の壁の影に待ち伏せていた。道の反対側からも民兵が集まり、イギリス軍に十字砲火を浴びせた。さらに後方からも別の部隊が到着して攻撃を始めた。ここで8名のイギリス兵と4名の植民地民兵が戦死した。 イギリス軍は速歩に移り、愛国者たちが森や沼を抜けていくよりも早くこの地点を突破した。イギリス軍の後方にいた愛国者たちは密集しすぎており、戦列も乱れていたのでうまく攻撃をかけられなかった。愛国者たちの総勢はこの時点で2000名に達しており、スミスは再度分隊を派遣した。エフレーム・ハートウェル農場あるいはジョセフ・メイソン農場で三個中隊の 民兵がスミス隊を待ち伏せしていたが、スミスの分隊が接近して後方から民兵を攻撃した。リンカーンとレキシントンの町境近くでもベドフォード民兵の待ち伏せがあったが、この時も分隊が活躍した。しかし、イギリス兵の損害は、この戦闘や持続的な長距離の狙撃によって、かなりの数に上っていた。しかも、イギリス兵の弾薬が突きかけていた。 レキシントンの街に入ると、裏付けのない証言ではあるが、パーカー大尉が、レキシントンの訓練された民兵を集めて、丘の上に陣取っていた。そのうちの何人かは、早朝の戦闘で負傷し、包帯をしていた。何年も後に書かれた資料によれば、この部隊は、スミス自身が、視界に入った時に、初めて攻撃をかけた。スミスはこの時、太ももを負傷した。 パーカーの報復として知られるこの攻撃で、イギリス軍の歩みが止まった。ピトケアン少佐が不評隊を丘の上に送って、パーカー部隊を追い払わせた。不評部隊は、さらに二つの丘、ブラフとフィスクヒルを相当し、待ち伏せで被害を増やした。ピトケアンは、フィスクヒルの相当中に、馬から落ちて、足を怪我した。コンコード遠征隊の指揮者二人が、 負傷者で馬がないものとなってしまった。部隊の兵士は疲れており喉が渇き弾薬も乏しくなりかけていた。何人かは降伏したが多くは突破し走った。その組織だった撤退業は敗走に変わっていった。歴新ン,ン中央部の手前にはコンコードヒルが残っていた。何人かの負傷していない士官が振り向いて兵士を剣で脅し隊列を崩さないようにした。 コンコードからレキシントンまで愛国者たちは少なくとも8度は隊列を作ることのできる場所で攻撃をかけてきた。伝説では3回した兵士が障害物の影から狙撃したことにはなっている。3回攻撃は実際にあったし、この独立戦争ではアメリカ大陸軍の得意とする戦法になっていった。実際にレキシントンとコンコードであるいは後のバンカーヒルでも ライフルを持っていたという歴史資料はない。三個中隊を率いる士官の中で一人だけが無傷だった。その士官が部隊ともども幸福を考えていた時、前方で歓声が上がった。パーシー博、ヒューパーシー指揮下の約1000名の部隊が大砲も携えて救援に駆けつけた。午後2時半であった。パーシー博の救援パーシー博、ヒューパーシーゲイジ将軍は、 ボストンで午前4時に援軍を集結させるよう命令を出したが、秘密に執着していたために第一旅団の副官に命令書の写しを一通のみ手渡し、その副官の従者は封筒を宅の上に置き話にした。午前5時頃、スミスの援軍要請が到着し、第一旅団に対し、第4、第23、第47不評中隊と海兵隊大隊を、 集結させる命令が発せられた。不幸なことにこの時も命令書の写しは、隠し機関に対し一通ずつであり、海兵隊に対する命令書は、ピトケアン少佐の机に置かれた。ピトケアンはこの時歴ントンの広場にいた。これらのことにより、パーシー博の救援隊はやっと8時45分頃ボストンを離れた。パーシー隊は、町の住人を欺くために、 ヤンキー・ドゥールを演奏しながら興奮した。2ヶ月足らず後のバンカーヒルの戦いでは、皮肉にもこの歌をアメリカ植民地軍が歌って広まることになった。パーシー・ハクは陸路を取り、ボストンネックを通ってグレート・ブリッジを越えた。パーシー・ハクは、ハーバード大学の心も虚ろな教師に出会って、どちらの道をたどれば、歴史トンに着くかを尋ねた。 ハーバードの教師は何も考えずに正しい道を教えたが、この男は敵に味方したということで後に、地域住民にその責任を問われ、国を追われた。パーシー隊は午後2時頃レキシントンに到着した。部隊は遠くに銃声を聞いて、見晴らしの良い丘の上に大砲を据え隊形を組んだ。スミスの部隊は避難民のように近づいてきたが、その後ろには、 ミドルセックス軍民兵の大部隊が追いかけてきていた。パーシー・ハクは最大射程で大砲を放たせたので、植民地民兵は八方に散った。スミスの部隊は友軍の影の安全地帯に入ると疲れから崩壊した。パーシー・ハクは兵団局の助言に逆らって、兵士の予備の弾薬や傾向してきた二門の大砲の弾も余裕がないままでボストンから出てきていた。パーシー・ハクは 視聴者が多ければ、行軍の速度が遅くなると考えた。パーシー博がボストンを離れた後で、ゲージは2両の弾薬運搬用に車を仕立て一人の主官と13人の兵士をつけて後を追わせた。この運送隊は、年取った愛国者たちの小集団に邪魔をされた。この年寄りたちは、年齢が60歳を超えているために民兵に加われなかった者たちであったが、 警告票に従って動いていた。年寄りたちが物陰から立ち上がり荷車る隊の降伏を呼びかけたが、正規兵は無視し、馬車場を借り立て続けた。年寄りたちが発砲し戦闘の馬を撃ち、二人の軍曹を射殺し、主官にも傷を負わせた。残った兵士たちは走って逃げ始め、そのうち六名は武器を池に投げ込み降伏した。 パーシー隊の兵士は一人三十六発の弾しかなく、大砲には弾薬箱に数発しか砲弾が残っていなかった。歴ントンからメノトミーパーシー博は合流した軍隊約千九百名の支配を取り戻し、兵士に休息を与え、飲み食いさせ、野戦本部とした万を酒場で傷の手当てをさせてから、その日の最後の行軍に出ることとした。午後三時半ごろ部隊は、 レキシントンを出発した。マサチューセッツ植民地部隊の指揮は、レキシントンで、ウィリアム・ヒース准将が取ることになった。その日の早く、ヒースはまず、ウォータータウンに行き、ジョセフ・ウォーレンや、他のマサチューセッツ安全委員会のメンバーと今後の、戦術について話し合った。ヒースとウォーレンは、パーシー博の大砲や文体に対応して、大砲の発砲を呼ぶような密集体系を避けるように、 民兵に命令を伝えた。その代わりにパーシー博の部隊を囲むように動いて、個々の民兵は最小のリスクで敵部隊に最大の被害を与える要遠距離からの狙撃をさせた。乗馬していた民兵は馬を降り正規兵に近づいて銃撃し、また馬に乗ってかけてこれを繰り返すという戦術を取った。馬のない民兵は生き残るために遠距離から発砲した。 イギリス軍も植民民兵も持っていたのはマスケット銃であり、その射程は高々かか50ヤードであった。それでも兵士の誰かに当たればという期待であった。しかし、散回した分隊を攻撃するのは難しかった。民兵は撤退するイギリス軍に対し弾薬を使い果たすと、その場を離れ、家に帰り、道路沿いにある次の町の民兵に後を任せた。この戦闘で両軍に、 ライフル銃があったという直接の証拠はない。両軍とも確実にあったのは、格好銃マスケットであったし、参加した者からもライフル銃に関する証言はない。植民地の者がマスケット銃よりも34倍射程の長く、精度も高いライフル銃を使ったとしたら、民兵は遠距離から精度よく攻撃し、イギリス兵を多く殺したであろうし、自分たちは危険性が少なかったであろう。しかし、 このようなことは起こらなかった。傷ついた正規兵は大砲者の上に乗せられていたので民兵集団に向かって発砲した時はつんのめることになった。パーシー博の部隊はしばしば取り囲まれたが内側に入っている時は戦術的な長所があった。パーシー博は必要なところに容易に部隊を動かしたが愛国者たちはその体系の外側を大きく回り込む必要があった。 パーシー博は、スミス隊の兵士を渋滞の中央に置き、第23連隊の中隊には渋滞の後衛に着かせた。スミスやピトケアンから愛国者たちが、どのように攻撃をかけてくるかを聞いた、パーシー博は、公営部隊は1マイルごとに回り込んで交代し、簡単な休憩を取るようにさせた。道路の両側に分隊を送り、一番元気な海兵隊が前衛として、 震度を切り開いていった。パーシー・ハクは後に次のように記録している。反逆者たちは散壊し、不規則なやり方で、しかし忍耐強く決意を持って攻撃してきた。ただし決して戦闘体系を組もうとはしなかった。実のところ、彼らはなすべきことをよく心得ていた。彼らを統率されないボートと見ている者がおれば、それは大きな間違いであることが分かっただろう。ヒースは、 中隊レベルの士官に意図的に参加しながら、包囲陣を動かし続けさせ、遠くの部隊には追いついてくるように命令を伝えることに成功していた。しかし、マサチューセッツの民兵にはまだ命令系統がはっきりしていないところがあり、多くは命令を無視し、同じ戦術に従うことを続けた。ピッカリングのエセックス軍民兵は命令されても発砲を拒否した。 ヒースとオーレンは自ら狙撃兵を率いて前線に出ることもあった。戦闘のこの段階は愛国者軍の命令体系が混乱していたと伝えられている。パーシー博の部隊がレキシントンからメノトミーに入った時戦闘が一段と激しくなった。新しく加わった民兵が遠距離からイギリス軍を銃撃し、道の傍らの土地所有者は自分の領地の中から狙撃した。 狙撃手が狙いを定めるために使われた家もあった。ジェイソン・ラッセルは、イギリス人の家はすなわちその城だと言って、友人を説得し共に戦い彼の家を守るように、仕向けた。ラッセルは地下に泊まり、その戸口で殺された。彼の友人は追って来ようとした兵士を撃った後、地下室に逃れたか殺されたかのどちらかである。ラッセルの家は戦闘の時の銃魂と共に今も、 残されている。ラッセルの果樹園から待ち伏せを仕掛けようとした民兵の一体は、イギリス軍の分隊に捕まり11名が殺された。このうちの何人かは降伏しても殺されたという。パーシー博は部下の制御が効かなくなっており、オールドノースブリッジでの死体や見えない敵からの遠距離攻撃による被害に対して報復するために、残虐行為を働くようになっていた。 ピトケアンやスミス隊の負傷した士官の証言によれば、ボストンに近く人口も多い町になって、パーシー・ハクは民兵たちが、石壁や樹木、建物の陰から狙い撃ちしてくることを理解した。パーシー・ハクは文体を使って、そのような場所から民兵を追い出すように仕向けた。文体の若い士官が、その命令を誤解しており、兵士が荒らし回り、中にいる誰彼となく殺害するのを止めようとしなかった。 酒場の地下室に隠れることを拒んだ。無邪気な酔っ払い二人が、その日の出来事に絡んでいたと疑われて殺された。宣伝価値を上げるために植民地の者が嵐や放火について大げさに証言しているが、道路沿いの多くの酒場が荒らされ、種類を奪われたのは事実である。奪った方が酔っ払ってしまうこともあった。教会のミサ用の銀器が盗まれたが後に、ボストンで売られて見つかった。 メノトミーの住人、サミュエル・ホイット・モアは3人の正規兵を殺したが、分隊に襲われて、虫の息となり放置された。他の町よりもメノトミーで、多くの地が流されたという。ここで、愛国者は25名が殺され9名が負傷した。イギリス軍は40名が戦死し、80名が負傷した。それぞれこの日の被害の半数に上った。メノトミーから、 チャールズタウンイギリス軍がケンブリッジに入ると戦いは激しさを増した。新しく加わった民兵は3階陣形ではなく密集陣を取っていたのでパーシー博はワトソンズコーナーと呼ばれる交差点で大砲と文体を使い民兵に大きな損害を与えた。その日の早くにヒースはグレートブリッジを取り壊しておくよう命じていた。 パーシー隊はこの壊された橋に差し掛かって、川の包みが民兵に占拠されているのを確認すると、チャールズタウンに通じる狭い道を選んだ。この時の民兵は約4000名に達していて、このイギリス軍の動きを予測しておらず、囲みが崩れた。民兵の一隊が道を見下ろすことになるプロスペクトヒル、現在のサマービルを占領しようと動いたが、パーシー博は、 大砲の最後の弾を使って彼らを追い払った。セーラムとマーブルヘッドから新たに民兵の大きな部隊が到着した。彼らはパーシー博のチャールズタウンへ向かう道を遮ることもできたがウィンターヒルの近くで止まりイギリス軍の逃避行を許してしまった。この部隊の指揮官ティモシー、ピカリング大佐は正規軍を完璧に打ち破ることを避けておけば まだ戦争は回避できるという期待を抱いており、それゆえにイギリス軍の通過を許したのであるが、後にこの行動を非難する者が出てきた。ピカリングはヒースの命令で部隊を停止させたと主張したが、ヒースはこれを否定した。イギリス軍がチャールズタウンに入るとき、パーシー博の後衛にいたピトケアンの海兵隊が最後の攻撃をしのいだ。この時夕闇が迫っていた。 正規兵は丘の上の防御に適した場所に陣取った。二日間寝ていない者も,もいたし、40マイルを21時間の間に行軍し、最後の8時間は戦闘の連続だった。しかし今のイギリス軍は日没を前にして高い場所に陣取り、しかもイギリス海軍の艦船 HMS サマーセットの大砲による支援も期待できた。ゲイジは予備隊にしていた第10。 第64のニコ連隊の不評中隊を素早く送り出し、チャールズタウンの高台を占拠して、暴塁を作らせた。この暴類は完成することなく、2ヶ月後の6月に行われたバンカーヒルの戦いで民兵たちが工作を始める地点となった。ヒースはイギリス軍の取った位置取りを見分し、民兵をケンブリッジに引き上げさせることを決めた。翌朝、 ゲイジは目覚めて、ボストンがニューイングランド中から集まった民兵の2万人とも、いわれる大部隊に包囲されていることに気づいた。この時、火薬継承の頃とは異なり、血が流されたという噂は、本当のことになり、独立戦争が始まっていた。周りの植民地から兵士と物資が送り込まれ、植民地軍の数は膨らみ続けた。 大陸会議はこれらの兵士を大陸軍として認め、財政的な裏付けも取り始めた。戦争が始まったその時点でも、ゲイジは、ボストンに、戒厳令を敷くことを拒んだ。ゲイジは、ボストンの住人に武器を置くように説得し、その見返りに、誰でも町を出ていくことを認めた。この戦いはその成果や損害から見ると、大きな戦闘とは言えない。しかし、 耐えがたき処方の背後の政治的戦略と火薬継承の背後の軍事的戦略という観点で見ればこの遠征は戦争を回避するために始めたにもかかわらず戦争に突入させ初期の目的の武器の応酬も果たさなかったということでイギリス軍の重大な失敗であった実際の戦闘はイギリスの政策によって戦争へ拡大したこの戦闘から4日以内に マサチューセッツ植民地議会は民兵から及びイギリス兵の捕虜から多数の先制供述書を集めた。戦闘後1週間でゲイジがロンドンに当てて公式の状況説明書を送ったという情報を得ると植民地議会はこれら先制供述書を100通以上早船で送った。この報告はゲイジの報告書が届く2週間も前にロンドンの同情的な役人に届けられ、 新聞にも掲載された。ゲイジの公式報告書は、詳細が曖昧に過ぎて、人々の考え方に影響を及ぼさなかった。植民地に対して敵対的であった、ジョージ・ジャーメインですら、ボストン市民はまさに国王の軍隊を侵略者にし、勝利を宣言したと記した。ロンドンの政治家はその政策や命令にもかかわらず、この紛争の責任をゲイジに押し付けようとした。 ボストンのイギリス軍ですら歴史シントンとコンコードの件でゲイジを避難することになった。アメリカの大地の上では植民地にいるおよそ知性ある者はどちらの側につくかを選ばなければならなくなった。ジョン・アダムズは戦いの次の日にブレインツリーの家を離れ馬で戦場に向かった。アダムズはサイは投げられルビコン川を渡ったことを確信させられた。フィラデルフィアのトマス・ペインは 以前は、植民地と本国との議論が、ある種、法の解釈の問題だと考えていたが、戦いの知らせを聞いて、イングランドの頑固で気難しいファラを永遠に拒絶、した。ジョージ・ワシントンは、マウント・バーノン農園で知らせに接し、友人に書き送った、勝って幸福で平和であった、アメリカの大地が、地で汚されるか奴隷となるかということになった。悲しい選択肢だ。しかし、 ト徳ノ氏は、その選択を迷うであろうか。辺境の下流たちは6月に、戦いの知らせを聞いて、その宿営地をレキシントンと名付けた。その地は、現在のケンタッキー州レキシントン市となっている。初期のアメリカ政府にとって、この戦争の最初の戦いはイギリスに非があり、アメリカは無実だという印象を持続させることが重要だった。愛国者の準備の経緯、情報操作、 警報信号及び最初の発砲がどちらからだったかが不明であることはその後何十年も公に論じられることが稀であった。これらの行動に関する供述書は出版されなかったし、供述したものに返却された。歴史ン,ンの戦いを描く絵画は不当な虐殺を主題としている。どちらの側が責められるべきかという問題は19世紀初めに大きくなった。例えば、 年取った参加者の後からの証言は1775年の先生教述書の内容とは異なっていた。全員がイギリス軍が最初の一発を放ったと言っているが、50年前は不確かという証言だった。全員が反撃したと言っているが、1775年にはそれができたと証言したのは少数だった。歴史ン,ンとコンコードはアメリカ人の意識の中で、 神話的性格のものになった。伝説が真実よりも重きをなすようになった。完璧な意識変革が起こり、愛国者は無実のものを苦しめたというよりも、彼らのために積極的に戦ったものとして描かれるようになった。歴史ントンの戦闘を描く絵画は、民兵が抵抗のために立ち上がり反撃したというように描かれ始めた。1837年。 ラルフ・ボルドーエ・マーソンは、そのコンコード参加の中で、オールドノースブリッジでの出来事を不滅のものにした。で起こったことをけなすのではなく、コンコードで初めて植民地の者たちが指揮官の命令でイギリス正規兵に反撃したことを認めるものである。銃声を聞くことはできなくても、その観念は世界中の多くの者が自由への戦いのための強い印象を与えた。 その旗は4月のソヨ風にもなびかずについて、1775年4月19日のノースブリッジには旗がなかった。有名なベッドフォードの旗がその日のどこかで使われたという証言はない。町の傍らの丘の上にあった旗の形容柱には自由の帽子とよくわからない旗があったが、イギリス軍が約1時間前に町に入った時にすぐに取り払われていた。 1860年以降、小学校児童の何世代もが、ヘンリー・ワーズ・ワース・ロング・フェローの死、ポール・リビアの気候を暗唱した。歴史上の事実から見ればこの死には正確でないところがあるが、個人が歴史の流れを変えられるという考え方が受け入れられた。20世紀への変わり目頃に、アメリカ合衆国の親英国派の者がこの戦いの歴史について、より公平な評価を行った。 第一次世界大戦の間、ポール・リビアの気候の映画は、アメリカとイギリスの間の不和を助長させるものとして、1917年のスパイ法の下、没収された。歴史ン,ンとコンコードで、イギリス軍が取った戦術は、しばしば、ベトナム戦争でのアメリカ軍の戦術と悪い意味で対象される。冷戦時代、アメリカ合衆国派は民兵を自由な活動の象徴としたが、左派は、 反帝国主義者とした。今日、この戦いは、銃規制論者からも、またアメリカ合衆国憲法修正第二条問題からも、引用されることが多い。1961年、小説家、ハワード・ファストは、4月の朝を出版した。これは架空の15歳の少年の視点で見た、戦闘の証言という体裁をとっている。出版されてからは、 たびたび中学校の教材に指定されている。この作品を元にしたテレビ映画が1988年に、ジャドローとトミー・リー・ジョーンズの出演で制作された。毎年4月の第3月曜日は、マサチューセッツ州、メイン州及びウィスコンシン州で愛国者の日が、この戦闘を記念して祝われる。レキシントン緑地とコンコードのノースブリッジでは、 愛国者の日に戦闘シーンの再現が行われる。1875年4月19日、アメリカ合衆国大統領、ユリシーズ・グラントとその閣僚が5万名の市民と共に戦闘から100周年を祝った。ダニエル・チェスター・フレンチ政策の彫刻、民兵の除幕式も行われた。その夜は、コンコードの農業会館で本格的な舞踏会が開催された。 コンコードの街は、著名なアメリカ合衆国の市民700人と世界の政治家、軍人、外交官、芸術家、理科学者、人文科学者などを招き、戦闘から200周年を祝った。1975年4月19日、およそ11万人の群衆が、コンコードで200周年を祝うパレードを見物した。大統領ジェラルド・アル・フォードが、 オールドノースブリッジの近くで有名な演説を行った。以下はその一部である。フォード大統領は民兵の像の前にリースを捧げ、中米イギリス大使、ピーター・ラムズ・ボーサム教が戦闘で殺されたイギリス兵の墓にリースを捧げるのを経験に見守った。フォードは次に大統領用リムジーンで歴ントンに向かい5万人の聴衆を前に、 簡単な感想を述べた。続いて、近くのハンズコム空軍基地から、大統領専用機エアフォースワンに登場し、南のワシントン DC に向かう前に、コンコードの上空低く飛行した。200周年祭の催しの中には、記念切手の発行もあった。切手には、画家ヘンリー・サンドハムによる絵画と、フランクリン・ミント効果が図案化された。200周年のために、 いくつかのミュージカルが書かれ講演された。ノーマンデ・ロジョアの風刺舞踏、ジョイス・メキールの源へなどがあり、デイビッド・フィールディング・スミスの受賞劇、鳥の疾風もあった。ブリタニカ国際大百科事典小項目事典の解説、コトバンク、2018年2月18日閲覧。修正第二条規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、 市民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを犯してはならない。ありがとうございます。